はい、おはようございます。7メートル。はい、おはようございます。はい、今日は24日、24日の水曜日、四国に行く前日となります。はい、スポール版だらけこれな、何が痛いかっていうとね、ちょっと今親指が痛くて、それでね、ちょっとね、ここら辺の筋がちょっとなんか調子が良くないので、全体的にスポール板を張っているんですけれども、ね、ちょっとパキってなっちゃってて、だいぶ良くなりましたね。はい、ですね、今日は、まあ、四国に行く前の日なんですが、そんなに暑くなくてレギンス履いてます。どうしよう、四国の日途中で脱ぐかレギン、いやーどうなんだろうね、私寒がりだしな、どうなんだろう。はい、で今日はこちらです。エリハナさんで、買いました、手ぬぐいですね。新しくつけました。超かわいいですね。やっぱいい柄ですね。ちょっと流水っぽい柄ので、トスコハンの色地盤の、なんだ、青なんて言ってたっけ、名前が出てこないや。はい青いやつですこれはね、一番最初の、試作品だったので、襟の仕立て方が今のトスコハの色地盤と違います。ちょっと襟がごっついんですよ。でここは、まあ、体の中に入っちゃうし、帯の中に女性は入っちゃうし、暑くなっちゃうから、こんなにここをごっつくしなくていいからっつんで、今は薄くなってます。なんでちょっと違います。仕立て方がちょっとだけ違う。最初にトスコハの色地盤出た時に試しでマキエさんと私と作ってもらって、使用感を確認したっていうやつだったと思いますけど、着物交換会の時にサンプル品で羽織られた方もいらっしゃるのではないかなと思います。懐かしいですね。その頃にできた商品でしたね。こんなのができますという。今ね、色増えましたけどね、これから先どうするんだろうね。また増やすのかな、どうなんだろう。で今日は、花菱格子着たいと思います。モタハンさんで、購入することができますよ。野村織物さんの花菱格子ですよ。この子はね、すっごい薄くて涼しくも着れるので、ちょっと寒いのかどうなのか、暑くなるのかっていう分かんない時にちょうどいいという感じですね。はい、まあね、木綿なんだけどね、足さばきも全然悪くないので、サラサラしてるので、面白い生地ですよ、本当に。生地としても最高に魅力的。で、これ、今日、本日3回目着ております。3回で済んでる ?3 回目で合ってるか。3回着てる木綿の着物っていうのはね、だいたいここら辺が皆さんね、シワシワになるの知ってますね。特に前のここですよね、伸びますよね。おはしょりの関係で伸びてくるんですよね。ここら辺とかもシワ、普通ここがね、ここがね前にたぶんってなったりとかするんだけど、お尻が出たりとかね、なんかちょっと干してたら戻るんですよねでね、映画を見に行った日があったんです。その日も来てたんですけど、映画終わって立って、んで2時間でしょ、丸2時間映画見ててですよ。で歩き出した時に、上前の座りじわってかなりできるじゃないですか。多分ね、
足の細い体の華奢な若い女の子だったらできないのかもしれないけど、私も結構太ももむっちりさんなんです。太ももむっちりさんってここにシワがね必ずはすごい入るんですけれども、それがね全然この柄が目立たなくさせてるのかなって思うぐらい、あちょっとシワあるなっていうぐらいだったんだけど、歩いてるうちにもう全然気にならなくなって、で干しといたらなんか伸びちゃったみたいな。どういうことだろう。あれだね、前古今堂さんでリサイクルで買いました、イオガスリもそうなんですけど、着てて伸びるんだけど戻るんですよ。なんか縦糸にゆとりがあるからなのか知らないけど、なんか戻るんですよ。とにかく よくわかんないんですけど、でなんであの子もあんまり洗わなくても、しかもサラサラしてるんで同じなんですけど、あの蝶々のイオガスリもそうなんですけど、そんなにね洗わなくても汚れないし、普通の木綿の着物ほど毛羽立ってないっていうのがあるんですけど、元よりだから、あの一重の紡ぎってもう5回以上着てやっと洗うかな、そろそろ表面汚れてくるかなっていう感じで洗うんですけれども、この子もそんな感じになる気がする。その古今堂さんで買ったやつも着物屋さんで買ったやつもイオガスリだったんですけど、その子たちも本当にねあんま洗わなくても 汚れもつきにくいし、あとその型崩れがしにくいんですよね。木綿の着物は型崩れする襟のところとかね、この特にそれこそ上前のここがしわくちゃになってくるから洗うっていう感じがあるんですけれども、それがない。なのでサラサラしてるし汚れもつきにくいので、まあ結構頻繁に洗わないでも汗をかかない時期だったら問題ないかなって。汗かくとね洗うんですけどね、本来の洗うって意味になるんですけど、ということでこれまだ一回も洗ってなくて、着やすさが型崩れしてないので変わらない状態に今なってます。はい、この子届いた方もぜひそれを感じてほしい。着たなりの時ね脱いだらさすがに腰ひものとことかシワがあったりするんだけど、数日かけとくじゃないですか、そしたらさなんかあれどこだったシワみたいになるからびっくりするよ。で今日はこの可愛らしい花菱帽子に小倉さんのギラギラ帯を合わせてみようかと思っております。そしてイトリさんのギシャですね、帯揚げギシャ、ちょっと銀ラメ金ラメが入ってます。それと久美花さんのサイウン、小桜組ですね。はい、組紐。モタハンさんのひび紐よりも細いんですよ、幅が。それがちょっとポイントかな。あ、結び方はいつもの結び方ですよ。すいません。
結局なんかこの手の結び方は引き抜きっていうね。こう決まってきた感じですね。やっぱ私あんまりなんかコロコロ変わり結びするのそんな好きじゃなくて、この形の帯はこれって言ったらこれでみたいな、なんかそんなところがあるみたいですね。ここら辺はなんだろう、着物の着付けの先生の動画だったら多分それ許されるのはお太鼓結びだけなんだろうなっていう気がするけれども、私はまあ普段着で遊ん、あの着物着ましょうよっていうスタンスなので、あまりそこら辺は気にせず好きな結び方で生きておりますが、逆だな、こっちだ。この、これすごいでしょ、黄金オーロララ、オーロラ白、オーロラ白です。はい。白がオーロラですっていうやつです。で、そうですね、ウェットティッシュより薄いんで、生地のね、この厚みね。どういう説明したら薄さ伝わるかなと思ったんだけど、普通のコピー用紙より薄いんで、なのでわりに帯ごっつく感じて好きじゃないなっていう方は、小倉さんのへこ帯買われたらいいんじゃないかなと思いますね。またこう作ってお太鼓したくないっていう私みたいな人、名古屋帯が重く感じるんですよっていう方も、これね今折り上げてます。名古屋こっちに手こっち行って、これここ行って結ぶっていうだけなんですけど、名古屋帯が重く感じるっていう方もこの帯でしたら重くないのでいいかと思います。あとはなんかどうしても下がってくる方、何をどうしても下がる方、多分姿勢の問題っていうのが一番だと思うんですけど、何をどうしても下がるっていう方はね、それはね多分姿勢がこうなってるんですね。ちょっといわゆるスマホ姿勢みたいな感じになってるからだと思われるんですけれども、そういう方もまあこの帯でそんな下がるってことはまあないかなという気がしますね。なぜならこの帯が軽すぎるというのがありますね。はい、で肩を上げないで着物を着ましょうっていうのを前
YouTube のあれなんだプレミア公開の時に汗が着物着る時どうしても汗が出るっていう質問に対して私答えてたと思うんですけど、まあこういうことですね。肩をあまり上げ下げすると体温が上がりますんで、ここ動かすとね、うん、なのであまり肩を動かさ、肩をグーってこのね上げ下げするとここがたわんでくるだけなんで、上げ下げせずに着物を着れるようにするといいですね。どうなんすかね、その説明の仕方は正しいのかっていう気はするんですけど、多分所作的に正しいことを言っているとは思います。やっぱり肩線がこうなんていうのかな、着てる時にすごいこうなったりこうなったりするって、やっぱりこの体を軸として着物を着てるので、それがずれる、中心がずれるっていうのは単純に着物着づらくなりますので、そこら辺を意識して着ればだいぶ楽にはなるとは思うんですよね。うん、なんか下を見るよりもどっちかっていうとちょっと顎上げちゃった方がまだマシかもしれない。こうやっちゃう癖がある方は少し顎上げるかなぐらいの勢いでやった方がいいのかな、どうなんだろうな。そんな風に思いますがいかがでしょうか。まあ所作のね、詳しいことは、多分芳水先生の方が、勉強されてるってわかるんだと思うんですけど、私の場合は、感覚というよりも、武道をやっていたというのもあって、もう肩を壊してしまって、今、遠のいてるんですけれども、やはり、なんていうのかな、そういう、習い事の時にやっぱ頭を動かさない、肩の高さを一回決めたらそこでキープするっていうのは大事なことだったので、なんていうのかな、自然とそうなってたっていうか、ていうか状態を安定させるにはそれしかないであろうと、そのやり方しか状態は安定しないからね。まあ、そんな感じで思ってたんですけど、まあ、いわゆるそれがこうなんていうのかな、座禅組む時でもこんなんなったりこんなんなったりこんなんなったりするとやっぱ集中できないし変に汗も出るじゃないですか。まあ、それと一緒ですよね。体の軸まっすぐにするっていうのが基本的にシンプルに体を動かせれるので、うん、いいんじゃないかなとは思うんですけど、だから着物を肩に乗せる時も右乗せて左乗せてってしないで一斉の背で私乗せるじゃないですか。それもやっぱそうなんですよ。やっぱりそうすることに一斉の背って乗せることによって一回上体を全体的に下げるんだけどポンってこう元のところに戻すっていう、ただそれだけで済むんですよね。肩を右左こうやって動かすよりも少し膝を曲げてポンってするっていう、だから膝をうまいこと使って左右の肩の高さがダンコチンコにならんように
やっていくのがいいのではないかなと思いますね。汗をなぜかかなくなったかっていうと、やはりまあそうですね、たまに違うとこで着替える時とかに、あのいつも高いところにかけてるんだけど忘れてて低いところに物あって、それを取ったりすると変に熱くなったりするんですけれども、そのしゃがんで、下のものを取ったりっていうのも汗かくポイントになりますし、とにかくまあ、 腰より上の高さのところにあの全てのものをセッティングしとくっていうのは一つ大事なことですね。はい、はい、どうでしょうか、かわいくないですか、軽、あ、涼しい、帯涼しい、はい、こんな感じでございます。はい、今日もね、あの青を入れてきましたけれども、結構帯が実際近づくと派手なので、こんな感じで襟もかわいくで、この帯揚げ苦労なく結んでるんですけど、実はこっちに帯が、わかるかな、帯の1回目の上に帯揚げを、少し帯の1回目は上に上げて帯揚げを入れて、で帯揚げ入れて帯板帯っていう形にすると、割にここが直接何も当たらないので楽っていうのと、まあ帯が結構ここがね出してることで、これがしっかり補正がなくても出てくれるので、補正なし派の方で、あの帯揚げ見せたい人はこういう位置で入れると多分暑くなくて入れやすいですよ。はい、まあ、これはあのあれです、偶然そうなったんですこの前初めてへこびした時に間違えて帯と帯の間に帯揚げの処理をして、あれこれの方が涼しいし安定するな、そしてここが食い込まないなって、おっぱい下がねっていうことでこれになったと私はこれでいきますっていう感じになりました。まあ、帯板、ゴムタイプでね、あの一番下に使ってる方はちょっと、帯と帯の間って言ってもちょっと当たりが出る可能性もあるんですけれども、薄い帯ですとね、そこら辺はまあ、 あの自由にされたらいいと思うんですけど、ゴムなし帯板の方はこういうやり方も楽ですっていうなんだろうな、もうこれは別にあれですよ、知らないですよ、正しい情報かどうかなんて知らないですよただやってみて間違えて入れたんだけど、やったら楽だったっていう話で、別にねそんなのをね、いやでもこれ教科書には載ってないし、そんなこと言ったらなんかまたなんか言われるし、あのほっとこうとかっていうのでもいいんですけどね、漏らしちゃうから漏らしました。はい、今日はこんな感じでございます。えりはなさんで買いました、手ぬぐい半襟がちょうど可愛らしい、なんとも言えない、なんだろうこれ、レンガ色、ピンク系のレンガ色が、いい感じで出ましたね。素敵でございます。はい、で着物が花菱格子ですね、もたはんさんでお仕立てお願いできます。野村織物さんの花菱格子でございます。はい、薄いさらっとした、縦横かすりのくるめがすりでございます。糸がとても細いやつですね、なので普通のくるめがすりよりも全然細いです。で、まあ、夏くるめのようなジャリッと感はないですね、まあ、あの本当に木綿の、薄い木綿のふわっとした感じですね。はい、で、長襦袢がもたはんさんのトスコハの色襦袢の あ、本当に出てこない。アサギ。はい。アサギ。だって。アサギ色です。はい。で、まあ、そこに合わせまして、ちょっと爽やかな感じで、帯揚げ。これは、いとりさんで、購入しました。ギシャですね。はい。もう、おられていないそうです、ほとんど。
門社ともちょっと違う義社というね、ちょっとあの冬とかでも使ってもあんま目立たなくって、で薄いのでとても、あとこう変な感じでここら辺とかくちゃくちゃってなってもあんま何も気にならないっていう、非常に適当に便利な帯なんです、帯揚げでございます。はいはい、便利な、いいですね、適当に決まる感じね。で帯が蔦屋久兵衛さん、はい、小倉さんのオーロラ箔のへこ帯でございます。でそれを引き抜き結びにしました。で今日はね、紡ぎじゃないあのかすり、木綿のかすりなので、本当にちょっと小さめのコリッとした感じの引き抜きにしました。はい、まあ、そういうのがあのへこ帯は適当にバランスが取れるのがまたいいですね。はい、こんな感じですね。はい、薄々です、薄々ですよ、薄々。ここがもうね、薄々なんだよね。これ1枚だと本当にね、コピー用紙ぐらいみたいな、と薄々なんですよ、ね、あんまり薄々って言うなって話やねんで帯、帯締めが組花さんの、組紐でございます。あの小桜組の彩雲、このね、組み合わせもすごくあの上品で好きです。はい、で足袋が恵比寿足袋さんの足袋ですね。ちょっと細かい柄の方にしました。今日はちょっと上品にしたかった、なんだろう、上品なのかな、まあ、帯結構オーロラ箔で派手なので、ちょっと、まあ、襟も可愛いんですけど、小物類の色合い的には落ち着いて上品な感じにまとめたいなと思って、うん、だいぶ落ち着いてきたのかな、私もこんな前髪をしているけれど。はい、で今日はかんざしもまあ自分で可愛くって見つけたこの蝶々のピアスから作りましたかんざしですね。はい、この子を買ったので、蝶々の軽いかんざしが欲しくってと思って作ったやつですね。はい、で後ろこんな感じですね。シュシュとおろく節です。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい。まあ暑くなった時の、対処法というのはいろいろあったりします。薄く、なんだろう、涼しいものを着る、いい涼しいものを揃える。そこはちょっとお金の問題になってきますが、姿勢を整えるとか、着る時の動きを気をつけるっていうのはお金のかかることではなくて、自分の動き次第ということなので一番リーズナブルかなと思いますね。まあ簡単なことなんですけれども、洋服で生きてきた時代でございます、私たちは。なので洋服着る時っていうのは正直どんな姿勢でも着れるね。洋服ってあの体に合わせてくれるっていうところがあるので、特に普通に着る服ですね、ドレスとかではなくスーツとかではなく普通の服っていうのは寝転がりながらでも着れますし、どんな姿勢でも着れるので、服を着る時の姿勢っていうのは全く気をつけたことがなく成長してきたんだと思います。で、衣を身にまとう時に、こうなんていうのかな、ちゃんとした格好じゃないとずるっと落ちちゃうとかね、そういうのって言ったらやっぱり武道を習ってる方はやっぱり道着とかはね、やっぱここ締めるまでねちゃんとこうやってないとねズボンって落ちたりするし、やっぱりね帯もねこれより細いですけれども、やっぱちゃんとした位置でこういつもの感じで締めないとすぐ緩んだりしますね。まあ、それと一緒で、まあ、弓道とかやってる方とかもそうでしょうし、やっぱりそういう道がつくものを習ってらっしゃる方の服装っていうのはやっぱり着る時にからこう心整えるというか、そのスイッチを入れるというか、まあ、それが所作にも現れると思うんですけど、あんな変な格好では着ないですよね、はい、それだと思うんですけれどもね。まあ他にもねいろいろなスポーツとかもあって、私スポーツやってないんでわかんないんですけれども、まあいろいろあると思うんですけど、着物もやはりどんな
姿勢でも着れるものじゃないと私はやはり思います。やっぱり着る時の姿勢っていうのはあると思うんですよね。でそれが最終的に着姿につながって腰ひもの位置が決まってくるので、なんていうのかな、胸を張るっていうんじゃなくって、スッと引っ張られて、まっすぐ引っ張られてストンと落ちる感じ、そのまんま一本上からビーって引っ張られました、ストンって落ちる感じですね。それって肩には力一切入ってないですよね。肩はちょっと後ろに、なんていうのか、こうはなってなくてこうなってて、上に持ち上げられてストンって落ちるっていうのは、ここが一番肩が力が入ってないフラットに動く状態になってると思うんですけど、これがまあ普通の姿勢で、この状態で基本的に着替えるという感じですね。で、一番こういう動きになるのが、こっちが上がったりこっちがだけ上がったりってやるのが一番、結局ここら辺がもたもたになりますね、来た後でも。なので、こういう動きが必要な時は膝を使って体を上下する、軽くっていうのが一番いいかなと私は思いますし、なるべく腰を折らないように、首を折らないように、まっすぐ見てる、顎は下げない、あまり下げないで、目線だけ下げるっていう感じでやればいいと思います。あとは逆にもう見ないか、どっちかですね。姿見越しに見る分には全然それでいいと思うんですけど、見てこんなんなるぐらいならもう見ないで感覚で結んじゃった方が綺麗に結べます。ここ合わせて結ぶ時もそうですね、腰もする時もこうやってると絶対ここシワ寄りますからね。こんなお尻出してこんな感じで見ないようにしてあげてほしいなと思いますね。いくら襟の時だけこうやって綺麗に合わせたとしても、紐を結ぶ時にグーってこうなってたらそれでずれちゃうんですよ。そうなんですよね。でそれで暑くなっちゃうっていうのもありますからね。涼しく着るっていうのはやはり無駄な動きをしないって一言でまとめちゃうととても簡単なんですけど、無駄な動きって何っていうのを突き詰めると結構な難しさがありますね。姿勢ですよね、普段の姿勢も。私も気をつけてるんですけどね、スマホ見る時代なのでね、どうしてもこうなりがちなんですけれども、なるべく首を折らずに、着物を着るときは気をつけておりますね。ちょっと特に女性に関してはそうですね、男性は知らないですけどね。そんな感じでございます。またこういうお腹突き出し姿勢っていうのも非常にね、着崩れのポイントになってしまうので、お腹突き出し姿勢、若い子でスマホ、立ちスマホの多い人、ここね、ここをこう出す癖があると思うんですけど、それもね、早めに姿勢直しておかないと本当に腰痛のもとになるので、どんな仕事しても腰痛めますね、しなくても痛めますんで。お尻の穴キュッて締めて立つ癖を、お尻の穴をグッと締めて、この足の付け根ですね、付け根の筋肉をこう内側に入れるような感じで立つ、こういう感じでね、洗濯機止まってる、内側にこう入るような感じ、なんていうのかな、イメージで足をくっつける、で、お尻の穴は、お尻の穴を閉じてここを締める、で体重は内くるぶしに軽くまっすぐ乗せるっていう感じに立つっていう、すると自然と丹田に力が入りすぎずに入る、なんかこう
骨盤がしっかり立つっていう感じになるので、まあ1日1回でもいいんで、ちょっと意識してその順番でお尻の穴閉じて内側に入れて、体重をストンと内くるぶしに落とす。で、スッと引っ張られるように頭の、一番てっぺんが糸で引っ張られるようにちょっと首を伸ばしてストンと降りると本当にまっすぐっていう感じになるので、そのまっすぐっていうのを少しイメージして立たれてみて、でそれからちょっと着替え一回やったら、一回この姿勢を戻すとその姿勢で切れると思うのでやってみてください。気持ちよく深呼吸みたいな感じで、ね、最後は吸って吐いてっていうのね、それをするとシュッとこの丹田もここにストンと力が入りますので、無理やりグーって力入れてるっていうのをやると他のところに力が入ってこことかがカチカチになっちゃうんですよね。お腹とかが、お腹がカチカチになると姿勢が丸くなっちゃうので、こう伸ばした状態でここに少し力が入る状態っていうのが今の手順でやるとスンと入ってくると思うんで、ちょっとやってみたらいいんじゃないかなと思います。これは本当にまああれですね、いろんな先生いらっしゃるので、まあそういう整体のやつとかいろいろ見たらいいと思うんですけれども、まあ私の順番的に体のまっすぐ、体をまっすぐ立てる時にどういうふうにまっすぐ立てたらちょっとずれる時が多いんです。どこにも負担かけずに立てれるかっていうのをいろいろやってみて、やはり順番的にお尻の穴からだなっていうのが分かったっていうことでございます。はい、まあそんな感じです。まあ、こっちがね結構座骨神経痛も持ってたりとかしていろいろあるんですけれども、はい、それでもまあ着物は着たいですしね、着物着てなかったらちょっともっと早くに私は本当に腰立てなくなってたかもしれないですね。長いこと着物を着ているから姿勢を保てているっていうのはあると思います。はい、助けてもらってる部分の方が多いですね。着物を着たいゆえに、健康でいたいっていうのもあるし、着物を着ているからこそ、姿勢をよく保てているのではないかなという感じがします。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、それでは、明日から四国2日間1泊2日行ってきたいと思います。はい、旅の様子はまた、後日動画で配信できたらなと思っております。はい、まあ忖度コーデでいきます。どんな天気かな、四国の方には本当にねほぼお初の方の方が多いのですごく楽しみにしてるんですけど、ただ人数もね30人ちょっとっていう感じでコリッとまとまってるので、インスタじゃない LINE オープンチャットのね四国チームの方たちのその集まってくれる方たちで結構コミュニケーションが取れてるので、やっと会えるよかったっていう感じの感覚の方が多いですかね。多分もうすでに人見知りなんでっておっしゃってた方とかもいたと思うんですけれども、もうそういう緊張感は多分もうないと思いますね。だいぶLINE でねみんなやり取りいつもしてるんで、だいぶもう慣れてると思うので、会ってすぐお友達っていう形になれるかなと思います。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。めっちゃ帯が涼しいな。やっぱこのへこ帯涼しいわね。すごいね。はい。な感じです。はい。花火師帽子もかわいいし、いいね。はい。どうだろう。みんな、買うのかな？着物にしたかったら、もたはんさんで購入してください。もたはんさんだけで販売しておりますので、お願いいたします。はい。な感じです。はい。私は、もう、着れて満足です。マキエさんと並べたし、あとはねおふこ店長さんとさやかさんと並びたいなと思ってる。
るんですけどね。それでは皆様、良い一日を。つま先と首一緒で、そうです、先生合ってますよ。左、右、はい、終了、以上。ベスト10チャンネル登録はこちら。動いてる？よろしく、最初からどうぞ。3、4、左、右、左、右、はい。チャンネル登録はこちら。OK です。みんなかわいいよ、かわいいよ。